どうも、のび太でございます。まあ、やっぱ、怖い怖い怖い、何してんの、何してんの。さあ、今日はこの壁に色を塗りたいと思います。わー、ということでね、ネットでペンキセット、そして別売りでこのローラーとハケとマスキングテープ、マスキングテープ購入させていただきましたね。ちょっとこれを使ってじゃじゃっとここのね面に色を塗りたいと思います。どいてどいて、やってみましょう。さあ、まずはね、箱をセッティングして、これをこんな感じかな、おそらくこう止めて、これをバン、イエロー、ハニーイエローってやつをね、購入してみました。ういうい、大丈夫これね、ちょっとどいて、これ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 、オニオニオニ、ダメダメ、うーい、ちょっと映らんから、お、そうそう、うーい、あ、ちょ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 、これでね、こうつけていくと、よいしょ。じゃあ、ここ荷物置けな、あかん、さっき入れたらあかんかった、段取り失敗した。ちょっとこれは、さあ、よいしょ。消しちゃってるんでね、これもちょっと消さなきゃいけないからね。よいしょ。さあ、まずはマスキングテープでございます。この端をね、塗りたくないとこをこういうことですね、ちょっとね。チャンネル登録お願いします。映ってる？これ映る、あー、全然わかりづら、やば、ダメだ、行っちゃいましょう。まずはこれね、端っこから塗っていくということらしいので、あ、間違った、上も早速間違った、上も貼らなあかんかった、やばいやばい。オッケー、よし、行っちゃいますよ。うわ、ポタポタする、ポタポタ落ちるよ、ちょっと待って、これ大丈夫？ポタポタすごいよ、ついてる、椅子についてる、
難しいな。わーわー。オーニー、ちょっと汚いから。よし、端っこはなんとなくいったから、続いてズバババババン、これで一気にいっちゃいます作戦。ちょっとこれはこれで怖いな。おお、なるほど。大変だ。職人さんとかすごいな。てかこれ、家でやるときどうしよう。もともとこういう色でしたっていうね。黄色でしたよみたいな。作戦でいくしかないですね。おっしゃ、大体塗りました。あとは細かいところ、細かくムラになってるところを、痛い体が、よし、 OK、 いいんじゃない。ペンキもほぼ空っぽ。あとはちょっと乾くのを待ちたいと思います。さあ、それじゃあ、OK。ということで、完成しました。綺麗に乾き、近くで見ても、あんまりムラとかはないんじゃないでしょうか。おお、ね、ここの落書きも綺麗に消えました。ね、ほぼうっすら、うん、いいんじゃないですか。じゃあこれちょっとね、家具を戻したいと思います。パパ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 パー、完成。よいしょ、出ました。おー、イエロー、結構いい感じのイエローでございます。すごい、家具であんなに隠れるなら端っこそんなに神経質にならなくてもよかったです。あ、いいっすね。ほらほらほら、これがな感じです。あー、いいね。さあ、よし。まず、壁見て壁。よし、これも置いてね。あ、いいっすね。あ、いいっすね。あ、いいっすね。うん。まず、広くなったよ。さあね、たまちゃん、卵イエローになりました。はい、はい、よし、ふう。